牛タン定食仙台牛タン焼きは宮城県仙台に始まった牛タン料理。戦後、庶民の外食産業から発展したものであり、仙台のご当地グルメとして知られている。やや厚切りにした牛タン焼きと、爆飯、テールスープ、浅漬け、味噌南蛮を共に提供する牛タン定食が定番である。牛肉食文化が近代になって普及した日本だが、 畜産副産物として牛解体時に生じる、小肉以外の部分、もつをも食べる習慣の広がりとも相まって、牛タンは広く親しまれた食材となった。先端部分と裏側などの硬い部位を除いたタンを輪切りにして焼くのが一般的で、塩味のタンは一般にタン塩と呼ばれ、焼肉店でも提供されることが多い。仙台牛タン焼きの場合は、 店員が塩味やタレをつけた牛タンを炭火灯で焼いて出し、そのまま食べる。レモン汁はつけない。また、塩味とタレでは圧倒的に塩味が多い。第二次世界大戦後、仙台にも GHQ が進駐した。その際、大量に牛肉を消費する中流米軍が残したタンとテールを有効に活用するために、1948年、仙台の焼き鳥店。 助け初代店主、佐野慶史郎が、その料理人人生から得た、知識、技術を用い、牛タン焼きの専門店を開業したことが、仙台牛タンの始まりである。当時の日本人の味覚に合う、牛の絶部を用いた、牛タン焼き及び、銅尾部を用いた、テールスープを開発。さらに当時の日本人の食生活に合わせて、定食屋の一重三菜型に習い、それらを含んだ、 牛タン定食を完成させた。新中軍は解体された牛肉の小肉ばかり、輸入していたためず大物の牛タンの供給元としては、望めず、周辺県の土地区場にまで牛タン等を求めた。牛タン定食は、当時の食糧難を反映した、爆飯、電気冷蔵庫が普及する前の時代に望むべくもない、生鮮野菜に代わる、野菜の浅漬け、 同主人の出身地である山形県の伝統料理、味噌南蛮、エネルギー革命前で、都市ガスが一般化していなかった当時の燃料事情を反映した炭火による牛タン焼き、そしてテールスープが構成要素となる。牛タン定食は、同主人が1948年に移転、開業した仙台市都心部の助けにおいて、1950年に初めてメニューとして成立した。 同主人は、助け開業前から、自身の店舗で、牛タン料理を出しているため発祥年は不明だが、便宜的にこれらのどちらかの年号を用いて、仙台牛タンの発祥年とする例が見られる。なお、1950年はロバタ焼きの発祥店、ロバタが、同じ仙台市で開業した年である。ロバタ焼きも当時の食料、エネルギー事情が、その成立背景にある。 牛タン料理は後に仙台名物とまで称されるが、そこに至るまでは右与曲折がある。また、1978年に登録されたブランド牛肉仙台牛とは全く無関係に発展しているが、マスメディアも含めて混同も多い。当地の牛タン料理は専門店であっても安価な米国産あるいは豪州産を使用しているが、 仙台牛を用いた高級メニューが一部の牛タン専門店には存在する。仙台の牛タン料理専門店の牛タンは、スーパーや一般的な焼肉屋と比べると掃じた厚切りであり、注文を受けると焼き台で片面ずつ、何度か返しながら加熱され、皿に並べて客に供される。下処理では、牛タンの皮の部分を削ぎ落とし、やや厚めにスライスして、そのスライスした両面に浅く、 切り込みを入れてから、塩、胡椒などで下味をつける。味付けは、塩のほか、タレ、味噌も定番になっている。これを冷蔵庫で数日間取り置いて、味を馴染ませてから用いる。なお、牛の下の付け根付近は、生育法によっては、霜降り状になるので、その部分を、新炭、トロ炭などと呼び、一般の牛炭とは別メニューで共する店もある。 ある牛タン専門店の牛タン定食の例。中央に牛タン焼き、その左に浅漬けと味噌南蛮、左下に麦飯、右下にテールスープ、右上に牛つくだにが並ぶ。仙台の牛タン料理専門店では、以下のようなセットメニューを牛タン定食、牛タン焼き定食と呼ぶことが一般的である。なお成長では味噌南蛮には山形産唐辛子を用いるともされる。 サイドメニューとして、爆飯にかけるとろろが用意されている店も見られる。牛タン焼き等を乗せた丼飯を牛タン丼として供する店もある。この場合、牛タン定食のすべての要素がセットされているとは限らない。駅弁としても販売されている。牛タン丼のようにご飯の上に牛タン焼きが乗せられている場合と別々に分けられている場合とがある。 加熱式と非加熱式がある。加熱式の場合は、二重容器の底部に発熱剤が入っていて、紐を引くと弁当が加熱される。牛タン焼き以外のメニューとして、加熱した牛タンを用いるタンシチュ中、牛タンカレー、つくね、スープで煮た、ゆでタン、客が自分で加熱する、牛タンしゃぶしゃぶ、さらに生のままの牛タンを用いた、タン刺しや牛タン寿司などを取り揃える店もある。 ひつまぶしのように牛タン焼きが乗せられたおひつから取り分けて温泉卵をまぶしたりだし汁等を加えたりするメニューもある。お土産物用として牛タン焼きのほか、牛タンの燻製やだ煮等がある。戦後占領期の仙台市街地における外食産業は宮城県内に終戦後1ヶ月程度で約1万人にまで急増した仙台空襲後の当地においては 経済的に富裕層にあたる新中軍の GI の仙台都市圏に集中を主要な客として急激に発達した X 教周辺や新潟家キャンプ周辺の寒楽街以外にも日本人向けに戦前からの和食、中華、洋食の店舗や小田原八屋敷の遊郭、仙台駅前周辺に非合法ながら大規模に発生した闇市や屋台の街、そして明治維新後に 国分町にとって代わって繁華街となった東一番町の諸書,書にあった焼き鳥屋など様々存在した。このような中で東一番町の焼き鳥屋の主人佐野慶史郎は1930年代に指示していたフランス人シェフより牛タンのうまさを解かれ自ら研究を重ねておりタンシチューより着想してタンを薄い切り身にして塩焼きするという調理法を考案した。 佐野の牛タン焼きの発明から長らくは、牛タン料理はそれほど市民に人気があるわけではなかった。もともとが外食から生まれた料理であり、家庭で食べられることはほとんどない。むしろ珍味の扱いで一部の愛好者や水格が締めに食べる程度だった。やがて高度経済成長期になって、他都市から仙台への転勤族や単身赴任者が増えると、昼食時や夜の街で、 仙台牛タン焼きの味を知り、仙台不妊からとりわけ東京に戻ったサラリーマンの間で仙台牛タン焼きは評判になった。また、牛タンの高タンパク質の割に脂肪が少ないことがマスメディア等で紹介され、ヘルシー志向の人たちのみならず、国民全体に牛タンが受け入れられていった。このような流れに乗って仙台牛タン焼きも有名になっていった。 仙台牛タン焼きは旅行の一般化によって観光客たちの食べるところとなり、また外食の一般化によって仙台市民も食べるところとなったが、最大の天気は1980年代半ばに広まった米国産牛タンやその向きタンの利用である。以前は老舗タン焼き店の利用していた豪州産の骨付き皮付き牛タンが主流であったが、霜降りかつぶ止まりが良い。 米国産の骨れなし炭やすでに皮を剥いてカットするだけの無機炭が主流になり、これ以後の連分けや新規参入がしやすくなったため、牛炭や起店が増えた。また、同時期に仙台駅内のお土産販売や新幹線車内での販売が始まったことから一気に仙台名産となった。誕生の経緯からも庶民の味として安価に供するためにも仙台牛炭焼きは、 脂肪の付き具合が良い、米国産でなくてはならないという考え方がある。実際、材料の牛タンは、そのほとんどが、輸入品である。しかし、農畜産物、水産物の地元での生産と消費を目指している。宮城県で、輸入物の牛タンを名物と称するには、疑問の声もある。そういう指摘もあってか、 地元の高級和牛牛肉である仙台牛を使った牛タン焼きの店も出てきた。一方、堅くなナに伝統を守ってアメリカ産牛肉を使っている店の中には仙台名物という代わりに料理法及び食べ方が仙台での発祥なのだとして仙台発祥と表現している店もある。しかし牛タンの原料供給の9割を米国からの輸入に 頼っていたため、2004年、大手牛丼チェーンと同様、牛海面上の霜発生によるアメリカ産牛肉輸入停止の影響を大いに受けてしまった。アメリカ産に変えてオーストラリア産牛肉にシフトする店もあるが、堅くなにアメリカ産にこだわった店は在庫不足に陥って牛タン料理の提供を取りやめている店舗が生じている。中には支店を撤退させたり廃業した業者もある。 米国産牛肉の輸入が停止して以降、焼肉店や輸入商社、生肉卸業者、加工業者など業界で作る団体、米国産牛肉全面的早期輸入再開を求める会が輸入再開を求めて署名運動するなどの動きがあり、それに協調して仙台市内の牛タン専門店で作る団体仙台牛タン振興会も、 米国産牛肉の輸入再開を求めて署名運動を行った。その団体の見解としては、米国産が金融になって以降、他国産の価格が高騰している。仙台牛タンは死亡の付き具合で、米国産でなくてはならない。牛タンは危険部位ではないというのがその理由とする。ありがとうございます。